どうも赤星せよ赤星マシマシてれーいしゅーお願いいたします。あ、波風立夫さんという波風立夫西早稲田にあるお店です。いきましょう、うん、こちらですね、福都新線西早稲田駅のもうすぐのところにあります、うん、ほぼ目の前、総大生の下をうならすですね、メイヤウのお隣です。メイヤウ、はい、カレー屋ちょっと有名なメイヤウさん、うん、でですね、こちらは二郎系のお店、うん、という枠組みだとしたらですね、うん、ちょっとアッシュです、はあ、かなり、はあ、基本メニューはまあ味噌タンメンなんですね。味噌タンメン、はい、まあ、ここに書いてますが、ダダ漏れ肉味噌タンメンあ、いいですね、という感じのお店ですね、そしてメニューがこの濃厚味噌タンメンの揚げチャーシュー入ってるものか、うん、バラ肉バージョンか、うん、と、濃厚醤油タンメンね、うん、それからつけ麺が右上にあります、うん、ちょっと麺量が違いますよ、うん、タンメンとね、うん、で、私は初なんで、うん、この濃厚味噌タンメンの、うん、揚げチャー選択の一番でかいやつ、特大、まあ、特大よ。揚げチャーシューってすごいな。これがすごいですよ。こんなんが出ます。どどんどんどということですね。二段構えのね、器で。そうなんです。肉増し、背脂増し、玉ねぎみじんと入れていて、うん、まあ、野菜とニンニクを増しにしてますね、うん、はい、というのもですね、コールできるのがこの野菜と、まあ、ニンニクだけ。なるほど、はい。で、背脂はこれ買ってるんですね。あ、買ってるんですね。そう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 。だいぶかかってるな。かかってますね。はい。そして豚の塩をね、しますと、うわーっと。いや、すごい。ね、なんか紋章みたいになってますけど。家紋みたいになってますけど、玉ねぎこれ上からね、ぶっかかってきます。うん、右下にこうニンニクありますけど、これ別皿のやつをガポッと、うん、映えると思うんで。まあ、インスタ映えです。つけました。これが。はい。ということで、揚げチャーからいきます。これはね、意外とひたひた揚げチャーなんですね、はあ、サクサクではなく、はあはあ、ちょっともうすでにね、旨味がこう溶け込んでるんですね、はあはあ、衣に。で、豚の食感がすごくみずみずしいの、はあ、なんかそこ の思ってたよりもしっとりとした揚げチャーシューが美味しかった。衣に包まれてる部位ってことだな。そうだね、はあ、まあね、そして野菜これね炒めてんすね。ブワブワブワーっと。あ、味噌だもんね。そうなんですよ。で、山椒の香りがすごくいいです、はあ、はい。なので、うん、こういった手間がかかってるんで、まあ、容易にマシマシはちょっとできんぞ。なるほどなるほど、有料オプションでも一応ございません、野菜マシは、うん、はい。そしてこの玉ねぎとの二重のシャキ、うん、これがまたいいですね。あ、どんどんいってます。もう溢れ出んドロドロばかり。そうなんです。これがまたね、うん、味噌の濃厚さはもう当たり前っす、うん、はい。生姜と山椒の味がまだうまいこれ、うんうん、なんだろうこの化学反応はみたいな、うん、どちらも単体で主張してこない、はあ、ハーモニーとして癖になる。マリアージュしてる。マリアージュ。マキアージュではない。マリアージュ化粧品ではない。小からね、150、200、250、うん、特大は一応 300g なんですが、うん、豚の量も 1.5 倍になっている。そこへ今回豚増ししてます。あ、じゃあもう豚増し増しぐらい。豚増し増しぐらいで、麺自体はバランス麺です、うん、はい。程よい硬さ、長さ、ごわ、わし、うん、はい。ごわとわしは別のものと考えてます。ごわとわし、まあ、違うのか。はい。スープのね、そこを味噌をこう絡めるように、うん、取ってすすってください。美味しい。へい、来ました。ニンニクさんですね。ニンニクはもちろん先ほどの別だらで、特徴的にはちょっと粒が大きい、うん、で、ぜひともコールしてください、うんうん、この濃厚味噌に入れない、ありえない、うん、入れない、ありえない。ニンニクニンニクの辛さ、控えめなんですけども、うん、やっぱジャリッとくる思い出は別注してほしいですね、これは。思い出を、はい、別注。あ、すいません、常夏の楽園ベイベーの一節を引用しておりました。夏が近いんで、まとめて探すの大変だぜ。細かいですね、ニンニク、玉ねぎ、生姜、山椒、味噌というね、薬味コンボを繰り出していますんで、ぜひともこの6連コンボはやってみてくださいね、うん。ちなみにもうここまででですね、うん、味噌のドロドロと油のコテコテでですね、うん、めちゃくちゃ沼みたいになってるんですよ。まあでも最初から結構すごかった。まあ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 、だんだん時間経つにつれもっとなる。より、そう、だから汁なしとか油そばみたいな。ああ、もうそんなレベルで。そう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 、なっちゃうんで、ラストの方にニンニクの切れ味を入れると美味しいという。なるほどね。いいコメントをしました。はい。
ずっとしてくれよ、いいことは。100個に1回ぐらいは言いますね。黒胡椒ね、うん、あのちょっと瓶がね黄色っぽかったんで柚子胡椒かと思いましたが、黒胡椒でしたという外の色ですかね、はい、瓶の感想です、ね、私は、はい。そしてね、うん、やっぱここまででものすごい薬味たち入ってるんで、ここへさらに黒胡椒を入れることがどういうことだと思いますか。どういうことだと思う。こんなもう魑魅魍魎みたいな、ね、ちょっと漢字多いな。ほんとや、うまいってことなんですね。マジか。ちょっと種を間違えちゃいましたけど、あんだけ言っていや、これね、味変じゃなくて、うん、こう強化するような胡椒であれなんで、はあ、最初から入れちゃっても全然何も悪くないと思います。バフ胡椒ね。あ、バフ胡椒？バフね。バフ。うん、あ、バフするってことね。うん、はい。そのバフしたものをさっぱりとね、お酢でね、薄めて、うん、醤油ためも試してみたいなので感想。で、ごちそうさまなんですが、久しぶりに。あらまあ、あらまあ、はい。めちゃくちゃ美味しいです。ドロッドロの。はっきり言ってめちゃくちゃ美味しいです。ブルルッと言ってますが、マシマシレベルはこちらです。ということで、はい、結構な数字が出ましたが、お手前でしたね。波風立夫さん、はい、立夫じゃなくて立夫なんだ。立夫さん、立夫なんだ。このお店の、うん、もうほぼハス向かいというか、うん、ところにピコピコポンがあるわけですよ。あのピコピコポンが、あのピコピコポンさんが。で、そこからちょっと行くとですね、うん、まあ二郎系が本当にたまにしかやらないんだけど、うん、破壊的イノベーションさんもあるんで、すごい名前だ全部。そう、ピコピコポンと破壊的イノベーションと波風立夫が、すごいな。あります。ラーメン屋とは思えん。確かに何屋さんって感じで、なんかチャレンジメニューみたいなものありました。あ、バレた。ありがとう、うん、ずっと気になってました。すごいな。いや、ずっと気になってたんだよ。1800円のやつね。あ、いや、これ実は特盛りで、はい、特大で 300g だから、うん、あれ、チャレンジメニュー、うん、意外とチャレンジじゃないのかなって思ったんだけど、うん、1800円でしょ、うん、手持ちがなくて。あ、そういう理由。そういう理由。ちょっと本当にね、意味ないことをしてる。手持ちがないという。すいません、だから、まあ、あって思って、まあ、もしかしたらじゃあ今後ね、そう、行きたい、これはね、やりたい、やりたい、普通にやりたい、リピートしたい美味しさだったし、うんうん、はい、なので、もう一度また馬場に現れますんで、はい、よろしくお願いいたします、うん、今回は味噌濃厚、うん、濃厚味噌タンメンでございまして、うんうん、ごちそうさん。あずす。Thank you.